はい、こんにちは、116インズです。新しい労使協定がまとまる見込みがないため、 MLB はロックアウト目前と言われていますが、いつまた契約交渉できるか不透明であるせいか、 FA 選手の駆け込みでの契約が相次いでいますね。今季102敗を喫したレンジャーズがかなり積極的に動いているのが印象的で、今季45ホーマー放ったマーカス・セミエンと7年総額1億7500万ドル。今日はこれに加えてコーリー・シーガーとも10年契約に合意したと報じられました。さらにマックス・シャーザーがメッツと3年総額1億3000万ドルと歴史的な契約を結びましたし、今季ジャイアンツで大活躍した先発投手ケビン・ゴーズマンもブルージェイズと5年総額1億1000万ドル。次々契約が決まっていく様子は一野球ファンとしては楽しい限りなんですが、ただマリナーズファンとしてはやや複雑な気持ちで見ていました。セミエンやゴースマン、マリナーズが狙っていた選手たちですよね。先日パドレスからフレイジャーを獲得したので、セミエンへの興味はトーンダウンした印象でしたが、ゴースマン獲得にはマリナーズかなり興味を持っていたようですし、取り逃してしまったのはかなり痛い印象。個人的にマリナーズに来てほしかったシャーザーもメッツへ行ってしまいましたし、おいおい、ディポと GM、 このまま FA 市場で何の成果も得られないままロックアウト突入しちゃうのかよ、本当に大丈夫かよ、なんて疑ってしまいました。ディポと GM、 本当にごめんなさい。マリナーズ今季サイヤング賞を受賞したロビー・レイと今日5年総額1億1500万ドルの契約で合意したと報道出ました。いや、もう朝起きてレイがマリナーズ来るというニュース見てね、もう涙出ましたよ。エース格のピッチャーがマリナーズを選んでくれたんだと。ディポと GM ちゃんと FA 市場で成果残しました。ゴースマンを取り逃した後、すぐにマリナーズ次なるターゲットとしてこちらのレイにシフトして、でレイサイドは当初ロックアウト前にどこかのチームと契約してしまおうという意思はどうもそこまで強くはなかったそうなんですが、そこにマリナーズが猛プッシュをかけて契約合意まで持っていったと。レイの市場に関してはエンゼルスが有力かみたいな報道も目にしていましたので、マリナーズがレイにプッシュし始めたのもおそらくここ数日の話で、ただそれでもこんなにあっさりとマリナーズ入りが決まったのは個人的にはやや意外でしたね。同地区のライバルにセミエンは取られてしまいましたが、レイはきっちりマリナーズに呼ぶことができました。いや、本当に良かった。レイはブルージェイズからクオリファイングオファーを受けていたため、マリナーズはレイ獲得に際して来年のドラフト3位指名を失うことになりましたが、もうそんないくらでも出しますよ。どう考えてもドラフト3位クラスの若手選手ではレイのようなエース格のピッチャーは到底獲得できませんし、なんなら今のマリナーズはとにかく使えるお金があるわけですから、そのリソースをしっかり活かして今回のレイとの契約のような大型補強につなげることができたのは嬉しいですね。さあ、今回マリナーズが合意に至ったとされるロビー・レイというピッチャー、簡単にご紹介しますが、今季エールのサイ・ヤング賞に輝いた30歳の左腕ですね。2020年は防御率 6.62 と、それはそれは悲惨な投球内容だったので、ブルージェイズが彼と800万ドルものお金を使って昨年のオフが始まってすぐに再契約を結んだのはかなり意外な判断だったんですが、終わってみればサイ・ヤング賞を受賞する大ブレイクイヤーとなったので、ブルージェイズの判断が正しかったことを証明する1年となりました。三振を奪える本格派のエース左腕で、今季はエール最優秀防御率と最多奪三振の2冠を獲得。長年奪三振は多いけどフォアボールも多いという見る側からすれば、コントロールさえ良くなれば一気にエース格になれるのになぁと思う選手の代表格でしたが、今季は少し投球時にひねりを加えるフォームに修正したことでコントロールが劇的に改善。通算の予祝率が 3.9、 2020年に至っては 7.8 と、とにかくストライクゾーンにボールを投げるのに苦労していたレイでしたが、今季は 2.4 まで数字を大幅に改善させ、それが結果的にこのような好成績、そしてマリナーズからの1億1500万ドルもの大金をゲットするに至ったレイのキャリアをも変えた大きなフォーム変更となりました。今回マリナーズがレイと結んだ契約の詳細も見ていきましょう。契約の総額は先ほども触れましたが5年契約で総額1億1500万ドル。ディポと GM がマリナーズの GM となってから FA 選手と結んだ契約としては最高額の契約です。各年の年俸がいくらなのかはまだ明らかになっていませんが、単純に契約の総額を5で割った値は2300万ドルですので、毎年の年俸多少は金額前後するかもしれませんが、まあこれくらいの年俸にはなるかと。契約の1年目と2年目に全球団に対するトレード拒否条項が含まれているそうで、この間マリナーズはレイの許可を得ない限りはトレードすることはできません。マリナーズはこれから数年間勝負の時期を迎えますので、ここはそんなに問題にならないとは思っていますけどね。で、契約3年目からトレード拒否条項は含まれていないようですが、トレードされた際には追加のボーナスが支給されるとのことです。そして今回のレイとの契約にはオプトアウトがついています。契約3年目となる2024年シーズン終了後にレイは FA となることを選択できるようで、その頃彼は32歳のシーズンを終えたばかりとなりますが、マリナーズでの3年間でさらに選手としての価値を高めることができれば、さらに高額な契約を求めて再び FA 市場にチャレンジすることもできますし、
成績がちょっとイマイチということであればマリナーズに残り続けることも選択できると。とりあえず3年間はほぼ間違いなくマリナーズでプレーすることになると思いますが、3年後にオプトアウトされる可能性があるのは痛いものの、それが選択肢に入るくらいの活躍に期待したいですね。で、ここまでご覧の方の中には、いや、それにしたって今季活躍しただけのレイに対して随分気前が良すぎるんじゃないのと感じた方もいるかと思います。その気持ちはすごくわかりますし、私も今回のレイの契約安いとは感じていません。ただ妥当な契約だとは思っています。まず何といってもあの投手にとっては地獄のような環境であるエール東地区で1年投げ抜いてサイヤング賞を受賞したのは、これは評価に値することですし、あの環境でプレーしながら最優秀防御率に輝いた事実ももっと評価されるべきでしょう。西地区なら多少環境も優しくなるので、今季のようなピッチングができるならさらなる成績向上にも期待が持てるかと。また歴代でも屈指の奪三振率を誇る先発左腕で、それが今季このようなブレイクイヤーを迎えたことで、これから MLB 屈指のエース左腕としての活躍に現実的な期待を持てるようになった点も、彼の評価をさらに高めたのかなと。他にも市場を見渡せば、今季同様に活躍したケビン・ゴースマンが5年総額1億1000万ドルの契約をゲットできた点も考慮すると、サイ・ヤング賞受賞で箔がついた例も少なくとも同規模程度の契約が必要というのも納得ができるかなと思っています。ゴースマンの契約と比べてレイはクオリファイングオファーを提示されていて、さらにオプトアウトやトレード拒否条項がついていますので、契約に伴うチーム側のマイナスは多い印象ですが、ゴースマンは最終的にブルージェイズと結んだ5年総額1億1000万ドルより高い契約をニューヨークメッツから提示されていたなんて話もありましたので、マリナーズが真剣にゴースマンを獲得するためにはレイに渡した希望以上の契約が必要だったのはおそらく間違いないでしょう。5年ではなく6年契約ももしかしたら必要だったかもしれませんね。個人的にはレイより約1歳年上のゴースマンに対して、今回レイと結んだ5年総額1億1500万ドル以上の契約を提示するくらいだったら、レイに落ち着いたのは決して悪い結果ではないのかなと思っています。まあ、今季見せた制球の劇的な改善をどこまで信じていいのかという問題もありますし、ホームランを結構打たれている点ですとか、打球関連の指標も微妙だったりする点、懸念材料が全くないわけではないんですが、今オフの FA 市場でマリナーズが望んでいたエース格の選手を連れてくるためには、このくらいの規模の契約は必要ですし、妥当な年数、妥当な金額に収まったのかなというのが私の感想です。そんななかなかの好条件、大型契約で連れてきたレイですが、マリナーズにとっては待望の本格派エースが到来といったところでしょうかね。マリナーズの今季の先発陣、そこまでお金をかけていなかったというのもありますが、めちゃくちゃ活躍したというほどではなく、またゴンザレスやフレクセンを筆頭に打たせて取る投球スタイルのピッチャーも多かったので、あまり三振も奪えていませんでした。1試合の先発の平均イニングが 5.1 回、防御率は 4.61、 奪三振率が 7.7、 K パーセントが 20.1%、 奪三振関係のいずれの指標では MLB 下位10位以内となっていました。シーズンは良くてもプレーオフも見据えるのであれば、三振をバンバン取れる本格派のエースは1人は置いておきたいところでしたが、今季のレイはその全てを叶えてくれる存在です。1試合平均 6.0 回とイニングもそれなりに食え、防御率はリーグトップの 2.84、 FIP との差が少々気になりますが、まあ、3点台中盤くらいのピッチングは最低でも期待できそうでしょうか。そして何より奪三振の多さが際立ちますよね。奪三振率 11.5%、 K パーセント 32.1% と、どちらも今季160回以上投げたピッチャーの中では MLB トップ5に入る成績です。先日獲得したアダム・フレイジャーが打線に欠ける要素をうまく補ってくれる感じの選手でしたが、このレイに関してはマリナーズの先発陣に足りない要素を本当にうまくカバーしてくれるタイプの選手だと思いますね。リスクがないとは言いませんが、チームのニーズに合ったいい補強だなと感じました。そしてこちらが来季のマリナーズの先発陣となりますが、ゴンザレス、フレクセン、ギルバートといったメンバーの中に今季サイヤング賞を取ったレイが加入したのは本当に大きいですね。今季の成績で見てもレイの成績はマリナーズの先発陣の中でもズバ抜けていますし、むしろこの先発陣でよく90勝できたなという気もしますが、マリナーズがこのオフ求めていたローテーションの1番手2番手を担える存在の選手がまさにこのレイでしょう。チームが求めていたタイプの選手を今回加えることができました。これで来季のローテーション4人はほぼ決まりましたが、マリナーズはおそらくもう1人くらい先発補強するのではないかと言われています。一応先発候補にはシェフィールドやジャスティン・ダン、それから若手有望株のマット・ブラッシュ、ジョージ・カービー、エマーソン・ハンコックといった選手たちはいますが、勝負期のローテーションを来季開幕から任せるにはまだちょっと頼りない感が否めませんし、できれば今季途中からチームでプレーしたタイラー・アンダーソンのようにイニングを一定以上のクオリティで消化してくれるようなベテラン選手を獲得したいですね。今年は一時怪我人が相次いで先発事情がかなり苦しかった時期もありましたので、レイは獲得しましたが、先発補強に関しては手を抜かずにデプスも含めてしっかり確保してほしいところです。
ただまずは大物選手1人確保できたことを素直に喜びたいと思います。ここ数日は他のチームがかなり目立っていて、マリナーズは蚊帳の外という印象すらありましたが、ロックアウト前にエース連れてこられてよかったですよ。次は中軸担えるバッターが欲しいなぁということで、ブライアントさん待ってますよ。テイラーさん、ストーリーさんも遠慮せずにぜひ。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。